リメリック、リメリック、またはリマリック、リムリック、リンリックは厳格な形式を持つ五行詩で、滑稽五行を歌、五行儀詞とも呼ばれる。イギリスではエドワードリアによって広まった。リメリック詩はウィットに富んだものやユーモラスなものであることが多く、時には笑いを目的とした歪いせつなものもある。リメリック詩は五行からなっていて、応印構成は一般にアバーとなる。 陰脚の数は、第1 2五行は3つ、3歩角、第3.4行は2つ、2歩角。陰脚の種類は様々だが、最も典型的なものは、弱強弱角と弱強角、アナペストである。第1行では、伝統的に人物と場所、地名が紹介され、行の最後には、地名が来て、応印される。初期のリメリックでは、しばしば第5行は、 第一行の繰り返しだったが、これは今では、慣習的ではない。リメリックにおいて、第一行で普通の会話のアクセントが歪められることがあり、それはこの形式の特徴として言えるかもしれない。ゼアワス、エイヤングマンフロムザコースと、ゼアオンセワス、エガールフロムディトロイト、ガーションデグマンはこれを慣習としたが、それによって、陰律は正当性とともに乱される。知名 特に風変わりな地名の利己的な使用も一般的で、これは学校で教わった正当性を堕落させる目的で地理の授業で習った記憶から引っ張り出されたものだと考えられている。レグマンはリメリックのやりとりは比較的教養のある男性に限定されるとした。レグマンによればリメリックの中で女性はもっぱら悪者か偽牲者として描かれる。最も珍重されたリメリックはある。 種のねじれを含んでいる。それは、第五行が、あるいは応印を、意図的に歪める方法の中にか、またはその両方に現れる。さらに多くのリメリックは、中間印、投印法、類印、つまり言葉遊びの諸要素を持っている。そのいくつかは、リメリックの厳格な形式を使うことで、聞き手に、結末、特にわ説か、衝撃的であるものを予想させ、 最後はそれを裏切ることでユーモアを引き起こす。リメリック形式の韻文は時々リフレイン形式と結びついてわいせつな韻文を持つことの多い伝統的でユーモラスな酒盛りの歌、リメリックソングを形成する。この形式の詩に使われるリメリックという名称の起源ははっきりしていない。イングランドの文献で最初にその言葉が使われたのは1898年の ことである、ニュー・イングリッシュ・ディクシャネリー。アメリカ合衆国では1902年である。一般には、アイルランドのリムリック州、特に、クルームという村への言及であるとされる。ナンセンス市、の、室内ゲーム、の初期の形式が由来かもしれない。それは、伝統的に、カム・オール・ザ・ウェイ・ア・ップツ・ー・リンリック。このリメリックは、アイルランドの地名を指すで終わるリフレインを含んでいた。 リメリック形式の歴史は数百年前まで遡ることができる。記録に残されたもので、この隣率パターンで書かれた最古のものは13世紀のトマス・アクイナスのものである。以降のリメリックはユーモアや風刺と関係した。イングランド女王エリザベス一世の作ったザ・ダウト・オブ・フューチャー・フォースという詩はリメリックを予期する隣率の構造を有していた。しかし、 王院構成は二行連だった。1600年頃にリメリック形式で書かれたベドレムのトムの中の因文は第三行と第四行の間に中間員を導入した。次に挙げるフランスの例はジェームズ・ボズウェルがその著書サミュエル・ジョンソン伝に引用しているもので1716年のものである。現在のリメリックの王院構成アバを完全に満たしている。 メアリー・クーパーの1744年の本、親指、トグの可愛い歌の本、第2集の中にリメリック形式で書かれたヒッコリー・ディッコリー・ドックという詩がある。これは印刷された最初のエイリのリメリック詩である。リメリック形式がイギリスで広く注目されたのは19世紀初期になってからである。ただし、リメリックとはまだ呼ばれていなかった。そのきっかけになった本は、 The History of Sixteen, Wonderful Old Women, Illustrated by As Many English Livingsters, Exhibiting Their Principal Eccentricities and Musements, 182年。作者不詳。出版は、ジョン・ハリスとその息子だった。続いて、すぐに、アニクドッツア,ンドアドベンチャーズオブフィフティーン・ジェントルマン。アニクドッツア,ンドアドベンチャーズオブフィフティーン・ヤング・レイです。共に出版は、 ジョン・マーシャル。挿絵は、ロバート・クルック・シャンク。おそらく著者は、リチャード・スクラフトン・シャープが出た。リメリック形式を大衆化したのは、エドワード・リアの書いた、ナンセンスの絵本、1846年並びに、モア・ナンセンス・ソングス、ピクチャーズ、エトセトラ、1872年だった。リアの書いた212のリメリック詩は大部分が、ナンセンス�だった。当時リメリックは、 同じ題材の不条理なイラストがついて、一種の結論で、ある、最終行には普通最初の行の最後の言葉の、いつずりを使う、というのが慣例だった。リアのリメリック氏はしばしば三行か4行で活字に、組まれる、実際は三行目が、バッドシーセスド、オンザキャット、と、アンドサイード、グラニー、バーンザットに分かれる。挿絵の下のスペースに掲載するためである。 学ぶ力を育てる学校図書館の活用、笠原義郎編、鈴木清春編の中の三年国語科で19世紀半ばのイギリスで流行ったエドワード・リアのリメリックが石井雅子により取り上げられ、記述されているほか、ロジャー・パルバース・著、柴田元幸役で五行でわかる日本文学、リメリックも出版された。英語での綴りと発音の間の得意なつながりは、 スコットランドのものにも見つかる。メンジーズという名前の発音は、実は、メートルウェス、ミンギスである。綴りだけだと、アバの応印構成に見えるが、実際に発音すると、ボガになる。リメリックそれ、自体に、ねじれと応用を与えたしのサブジャンルがある。それらは時にアンチリメリックス、アンティリンリックスと呼ばれる。次の例は、理由は不明だが、行の音節の数を変えることで、 本来のリメリックの構造を転覆させている。次の例は、W.S. ギルバート作と言われる、リアのリメリック氏のパロディで、リメリックの陰律を使っているが、応印構成は故意に破壊している、アップ部。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。